尾張貫流槍術はこの尾張藩の槍術奉行でありました津田権之丞平信行が残された形であります。代々尾張藩ではこういう槍術を連磨してたわけです。この槍の特徴としまして、管を用いるということですね。普通の素槍と違いまして非常に、突き出しが早く、また引くのも早いというところがこの槍術の特徴であります。それとですね、奥の方に使っております真槍ですね、これの槍先にですね、槍印っていうのがついておりますけど、これは赤い槍印は尾張藩の槍印です。実際戦に出た時にですね、何千人という武者が戦う場合にですね、同集中があっていかないということで、こういう槍印でもって敵味方を分別してたわけです。それともう一つ、赤い布っていうのは目の前でチラチラやられるとどうしてもそれに目がいって撹乱するという一つのそういうこともあります。尾張貫流槍術の五行の方、真槍の一人使い、以上終わらさせていただきます。